はい、こんにちは、皆さん、こんにちは、こんにちは。スペシャルコラボ、ニンテンドーダイレクト、兄弟で見る動画。ニンテンドーとコラボしました。炎上すんぞ、とか言って。ニンテンドーダイレクト、俺やってるみたいな。俺がプレゼントするんだ。直接プレゼントする？直接任天堂さんとコラボいただきました。いや、今回はどういった、内容なんでしょうかね。気になりますね。気になりますね。ゼノブレム成功はな、無双かな。ゼノブレム無双か。なんかあれでしょ、今までにない。あ、始まった。作りますみたいな。そう言ってた。17歳以上。始まった？うん、はい、僕の方が早いです。あれ、なんでそっちの方が早いの？珍しいね。ね。あれかな？あの、この端末でやってるからかな。ああ、かもしれない。おー、スプラトゥーン。いいって。スプラトゥーンはいい。いいって。また何？追加コンテンツかな、これ。毎回1年ぐらいぶりぐらいに出てるじゃん。なんかすごいミルキーだね。スプラトゥーンこそ一情報ゲーにしたら面白いんだよ。自分の街を練り尽くそうって。うん。え、なんか面白そう。スプラトゥーンやりたいよね。うん。うわ、なんだこいつ。いちいちスプラトゥーンとおしゃれだね。同じこと言ってる。えぐいて。兄弟パワーえぐいて。姫ってどういうこと？水田。誰だ、水田。姫ってあの姫？あー、なんかロボットとしているって言うと、なんかニアオートマタのあれみたいな感じね。あ、面白そう、この追加コンテンツ。おしゃれだね、今の演出。エウレカセブンみたい。かっけー。第2弾なんだ。サイドオーダーだって。名前かっこよく。まだ先。さあ、今回いくつクソゲーが発表されるかな。懐かしい、このマリオ。懐かしい、これ DS じゃん。懐かしい、本当に。体験版で少し遊んでたわ。え、なんか DSI のなんかちっちゃいゲームみたいなやつで、それ買ってやってなかった？買ったっけ？結構なんかプレイした気がするんですよ。この家寒っ。もう寒いっていけない。やばいね。すごいな。坂
逆立ちジャンプか、なんで普通のジャンプより飛べてんね 腕どないなってんね なんかマリオ意味わかんねえな。なんでこれ言うの、マリオじゃないといけないんだろうね。なんで。いいじゃん別にマリオじゃなくたって。マリオのブランドなんだろうなきっと。マリオじゃないと売れないようなゲームってことでしょ、内容は。つまりそう判断したからマリオにしたんでしょ。基本的に世間はマリオを求めてるのかっていう不思議であるよね。ね、もういい加減世代交代でしょ。サトシだって世代交代したんだけどさ。ね。あれこれ前もなかった。いやの続きでしょこれ。別の映像が入るんじゃない。ほらこんな映像見たことないもん。これ絶対おもろいんだよね。こういうゲームって絶対おもろいんだよね。けどやらないんだよね。若干暇で金あるときしかやらないんだよ。しかもしんちゃんって結構なんかたまに考えさせるようなこと言われるからね。絶対そういう系でしょこれ。マリオやんこんな。一瞬ラインかと思った最初出てた瞬間。かっこいい。かっこよ。これフィフティーンでのノクティスで出してた俺買って。マジマジマジ。なんかクソ重くなったんだけど。つかない、ホールガイズみたいなゲーム出てんじゃん。画質よ。画質。もう限界感じる。俺も今画質悪いよ。いや、このゲームの画質が悪いんだよ、これ。マジマジマジ。クソゲーやん。いやだから他人数すぎても無理なんだね、一人だね。確かにこのロゴとかはめっちゃ画質いい。これちょっと面白そうだよね。でドラクエなんかやるんだったら10戻るわって感じだわ。うん、モンスターズシリーズで俺ハマったことないしね。やったことないわ。おもろいんだろうね。ね。あ、出た。これ話題作。てか兄ちゃんの方が早くなっちゃってるんだけど。こういうゲーム苦手なんだよな。 FF できないわ。タイミングよくボタン押す苦手なんだよ。マリオ&ルイージ RPG 苦手なんだよ。9999は無理だろ。
マリオの映画でやっぱ結構味しめちゃったのかな。でもやってんだよな。サマータイムレンダー。なんだこれ。アシュレイって名前。アナザーコードってなんか聞いたことあるんだけど。これはない。サマータイムレンダーかと思った。浮かんするんや。これ最新作？このゲーム。知らん。アナザーコード、なんだろう、アナザースカイ。アナザーっていうなんかホラーアニメみたいなの見とったり。クが古い。クのセンスが古い。何これ。ケイタ君も来てそうですわ。ああ、リメイクじゃないってこと。かわいいやん。もうこれたわ。チェック柄、赤のチェック柄、このセンスが古い。時代を感じる。わかった、謎の英語プリントのシャッター。時代を感じる。違う。作った人がそういう服しか知らないんだって。さしたこのパーカー、時代を感じる。ほら、やっぱ前からあったゲームなんだね。うん。だから、もうええって。え、これワンダーじゃないの？うん、絶対そうでしょ。もうええって。マリオええって。わかってるって。ピーチのゲーム、これもしかして。ああ、なるほどね。あったね、そんなの。あったっけ。あった、DS だった、ピーチのゲーム。ステラーうわ、スマブラじゃん。スマブラの次の技だよ。剣士ピーチ。もうピーチじゃないじゃん、もう。もはやピーチじゃなくて草。これゼルダでやれよっていうね。ゼルダでやるとこの明るさが出せないんだろうね。このなんだろう、ちっちゃい子でもできそうなさ、キャッチーな感じっていうか、ちょっとホラー寄りになってるじゃん、ゼルダって。作品によるだろ。あ、確かにトゥーン系ね。トゥーン系は、うん、ちょっと柔らかいよね。ピーチってそもそもそんな人気キャラなの？日本じゃ受けてるイメージないわ。ない。海外でもない。てかピーチの顔ってキファ出しとけって。パッとしないもん。キファエアリスとキファでいいってこれ。高えってこのゲーム。3000円ぐらいでええって。誰が買うんだって。誰が買う。最悪。絶対ヒカキンクラスになったら言えないことだよね。ヒカキンがそんなこと言ったら誰も買わんくなるわ。ヒカキン
が消えるわ。サガなんてあったね。急にばっかやな。面白そう。ダンバンさんみたいな人いるんだけど。ダンバンさんじゃんこれ。ダンバンさんの若い頃じゃんこれ。若い頃や。ダンバンさんいた。絶対みんなダンバンさんって言ってるって穏やかじゃないわ正直。ああ、ツノブレ新作のお情報消えたこれで。スマブラの面白そう四方向版三国志すごいなこれも。意味がわからないよね。ストーリーが増えるわけでもないのにさ、8まで出てるんだよ。すごいよね。変えられない歴史を変えようとしてる。スパイファミリー。これは売れるわ。これは売れますわ。爆売れだね。欲しいかも。これ絶対写真のやつ危ない使い方するやつ出てくるってフルボイスだったら欲しいかも。 DS 感あるな。ピカチュウより可愛いアーニャ。それは当たり前。このピカチュウ可愛くないんだけポケモンのトレーナーの方って人気なんだから、ポケモンのトレーナーの方が活躍するゲームですけど。いやまあ一応はアプリではあるけど。なんでティム・グッドマンっていう外国人に出すって感じ。ポリコレです。トランプ面白そうこれ。いつまでこんなん作ってんだよ。いやこれ一時期バズったよね。あそう知らん、うん、これむずいんだよ。いや外れたらおもろい音になるから。この人まあまあうまい方じゃん。ジョイコンでやんの6つ。この人うまっ。あーすごいね。この人うまいな。
4人なんてうるせえな。嵐来るって絶対わけわかんない音で嵐来るだろこれ絶対おもろいやん。安いいい値段、ガキが買える値段だわ。ポッパーはわけわかんなくなるから出たビンタのやつシュールだな。メイドインマリオだろ大の大冒険面白そう。やるよ、結構頑張ってる。ドラクエシリーズなんかこれイース X も面白そうだよ。イースシリーズってよくわかんないんだけど聞いたことないわ。俺はある、これ買わないことにした。すごい今風アプリゲーだろこんなソニックやりてーってなんのかなやっぱうわ勝てねえこんなんじゃ。据え置きゲーでこんなクオリティ出してるんだったらもう中国と韓国に勝てねえ。なんか面白そう。おお、ゲームシステムは面白そう。こういうシミュレーション地みたいなの好きなんだよな。普通に FE みたいで。FE やんけほぼ。マスじゃない FE。ドラゴンナイトし。背景がクソリアルっていうか頑張ってる FE だ。60人もキャラクターいんだ、すごい。あ、これ FE 好きはちょっと面白そうだね。今絶対クラスチェンジしたでしょっていう。ディミトリじゃねこれ。面白そう。聞いたことない。ユニコーンオーバーロード。ルイジーマンション。一軒家。マンションじゃ。ルイジー一軒家。フォーかな。HD なかったの2に。え2ってなんだっけ。え DS？ 俺も3出たもんだと思った2って DS だっけ。 3DS。 あーだから HD なのか。こういうゲームはホラーゲーの初心者からしたら必要かもしれないいやなんか立ち向かえる余地がある時点でホラーゲーじゃないんだよな。ホラーゲーって立ち向かえる余地ほとんどないやんそれがホラー。いきなりあんなのやりたくないじゃんいやちっちゃい子からしたらやっぱもう怖いんだよ、ビビらせてくる。
DS の体験版でこれやったことあるな。へえ。いや、なんか4人でやったことあるような気がする。気のせいかな、イニシエの記憶。おもろいやな。ゼノブレは出ません。マリオだよ。なんだよこれ。あ、ハテナブロック、スイッチの新作じゃない、まさか。スクトグラムとか言うなよ。任天堂本社。市場か。生きてー。え、どこって言った？東京？そんなん行くじゃん。え、完成度、え、これクリスマス行こうかな。いや、これ絶対伸びるやつやん。そして、行こっかなーで行けるやつじゃないじゃん、これ絶対。ね、一年待ちとかね。うん。転売ヤー湧くやつやん。アミーボ。え、来年ノアとノアとミオ出して出すって、言ってたわ。もう予約始まる？買う。え、スマブラ？あ、ソラさんね。あ、なんだよ。え、ノアとミオのちょっと今調べよう。スマブラの商品はアミーボしか出せないからね。さあ、何来るか。ゼルダ？え？え？え？ F0？ マジ？新作来た？これ、おもろいっつ絶対。いらな。え、マジ？カオスじゃねえか。これは死ぬべ。カオスじゃねえか。やべえやべえ、こんなわけわかんねえだろ。自分どこってなっちゃうって。おもろそう。しかも、 N クオリティこれなんだっていうね。ね。いやー、でも面白そうだよ。それ絶対本来当たっちゃいけないやつだった。いや、なんだよそれ。どういうことだ。え、新作出せって F0。 おもろいって絶対。大人になってから F0 をやってもそんなおもろくなかったんだよ。だから最新作を出すべきなんだって。いや無理だな。マリオカートじゃなさそうなコースを作るんだよ。30年以上大先輩でくさん。すご、一周したことないわ F0。 いバリおもろとセンス。キャラクターかわいいよな。女性キャラだけね。すごっ。やっとじゃん。
やっとジョイコンが活躍するゲームみたいな。やっとじゃん。何このゲーム。めっちゃ忙しそう。いよいよひとしこのゲームやりだしたらもうなんかすごくなんか不思議になってくるやん。やらん、かわいいみくちゃん。本当だ。スネリクってすげえな。いまだに生き残ってんだよ。やばいね。あれ？ガーシリーさんの声聞こえる。やっぱなかなかリアルタッチのゲームって任天堂ほんと出さないよな。ノア？うん。黒髪で長髪でのは伏黒パパいたぞ今。逆になんかソニーの方もこういうのあまり出さなくなってるよね。なんかプレステ5で出さなくてよくねってゲーム。もうニンテンドーに任したんだ。ニンテンドーもプレステ5で任してんだきっと。まだ終わってないの？マリカ。すげえな。やりたいわもう。うわ、毎回もう毎回やりてえってコース出るたびに。え？ディディいなかったの？コースあった。お、ファンキーコングチートキャラやな。チートキャラ。ファンキーコング出せないで終わったんだよ。うん。すごっ。何それ知らない。ヒノピーチ何それ、フュージョンさん。あ、俺やれるじゃん、そういえば。どこ持ってんの？俺ソフト持ってるし、64のその何にカニュープレイに入ったの。うん、やるか。俺持ってない。
なんでだよ。誰が買うね。かわいい。ああいうゲームってちょっと可愛くないんだよなってキャラクターを着せ替えさせるイメージあったけど、もう大きなお友達目線になっちゃってるじゃん完全に。バリアンモード、え？何これ、え？一番流しちゃいけない両方じゃん。何しれっと流してんの。もうアニメで終わったからいいんだって。いやそうじゃなくて、ゲーム俺絶対おもろいかもしれない可能性を含んでるのにさ、なんかチラッと出して終わってんじゃん。嘘だろ。相手勇気の RPG 再び名前よ。どれスヌーピーやろ。マザー怖いんだけど、これマザー3早くアドバンスなんだっけ、なんとかって出してほしい。出ないのか。うわー、なんかあれっぽい、あれなんだっけ、アンダーテイル。あ、これアンダーテイルに影響を受けてます。普段マザーに影響を受けてます。大人の魂を救う。俺そんな自覚ないんだけどさ、大人の部類らしいんだよね、うん、俺らって。まあな、俺ら忍耐見てるからキッズの気分でいるんだけどさ、なんか大人らしいんだよ。救ってくれるのかな、このゲーム。当たり前を思い出してくれるだけで。ゴーシュ、ダンジョンゲー、俺仮面人マーダンとしかやったことない。懐かしい。絶対行くとこまで行ったら最強のやつでできて負けんだよな。もう2024年の話してるよ。正気かこいつら。いやもうすぐだよ、だけど。コンコン、そんな年。いるかそれ。ゼノブレじゃねえや、ティアキンまだ来ないのかな。いい加減発表はしてもいいんじゃないかな。 FE 来い。はえって。いや出てるようで出てないんだって FE は。俺の中ではやっぱ、俺の中ではやっぱ風化雪月が止まってんの。はい、ティアキン行きます。サイファ復活しろ。なんやねんお前、しょうもないって。最後の映像だぞ。ふざけんなって。マリオばっかじゃねえか今回。ペーパーマリオじゃねえか。そしていやー、最後の映像にマリオってお前。
ふざけんなよ。マリオの年ちゃうね。いやお前ら、お前らが舐めた人材作るせいで俺らの再生回数伸びねえんだぞ。え、これ何？リメイク？このキャラいたじゃん。ね。え、リメイクすんの？リメイクじゃない。こんななかったよ。ちょべってあったろけんな。2とかじゃないのこれ。2やったことないでしょ。ある、いやこれリメイクだわ。だってこいついたもん、こいつらいた。お化けのやつね。リメイクです。いた、あ、いた、この人もいた。はい、これリメイクです。ゲームキューブのリメイクです。あ、この演出リメイクです。あ、このイカもあったわ。イカ倒せんかった俺。リメイクかなこれ。喋らないじゃんリメイクの。一言も喋らないくさ。これリメイク本当に。リメイクで見せかけた最新作じゃなくて。こんなんあったっけ。あ、ドラゴンはいたわ。リメイクじゃねえか。いや、もうネタ切れをさ、ネタ切れをちょっと最後に持ってくるのどうなんですか、任天堂さん。マリオ系ばっかリメイクするのずるいからね。ちゃうやん、リメイクすべきなのは。FE リメイクしとけって。ゼノサーガとかさ、ゼノギアスとかでしょ。いやいやいや、クソじゃないかよ。リメイクしてほしいけど、それプレステ5でもいいよ。おい、ニンテンドーさんよ。何やってくれてんだ。マジか。え、今まで散々任天堂ダイレクトをバカにしてきましたけど、今日ほどバカにしたことないです。最低。誰が買うねんとか言って。毎回バカにしてるもん。ふざけてる。いやでもあれですよ、カプコンが21日だかに発表するんで、新作モンハン楽しみにしてます。ヒカキンさんも言ったよ、絶対誰が買うねんって。カプコンさんが情報解禁するのは違うってすれ、スマホゲーの方針だって。いやいや、特別番組みたいなやつだる、やるんだったら新作出していいだろう。もうもうだってサンブレイク終わったやん。終わった。プレステ5で出すってなったらやばいよな。いや、出るよ。絶対出るよ、プレステ5で。やっと盛り上がるんじゃない？うん、神ゲー来るよ。きたーってなるよ。やっとプレステ5普及するよ。だってもうみんなアイスボーンに戻ってるみたいな話聞くからね。すごい、アイスボーンやば。いや、モンハンなら全然モンスター出てこない。来いや。モンハンしたくなってんだから今。モンハンして。モンスター出てこないモンハンって何なんだよ。見てるだけ。ギルド行けば、受注できるんじゃねえのかよ。ちゃうねんな。自分から探しに行くってどうなっとんねん。通信ってできないの？いや、できるできる。マルチでできる。すごいね。うん、やばいね。
何回まで死んでいいとかあるの？何回も死んじゃダメなんじゃない？死んだことないわ。うん。ピンチにはなったことあるけど。リユー時代のボイスチャット解放してた時のモンハン戻ってほしいな。トライG？ いや、あのさ、クソガキ覚えてる？ナイスですって言ってた。わしらずにいいじゃん。あの子今何歳だったんだろうね。俺らもクソガキだったのに。今で変わられてるガキは。いや、ボイスチャットして一番盛り上がった人だったわ、あの子は。何くんだったっけね。知らねえ、それはさすがに。名前あったやん、そのキャラクターのモンハンの。絶対あったけど覚えてないわ。いやー、クソだな。スマブラの最新作も発表なかったし、もういい加減出してもいいんじゃないかな。パルテナとかね。あーね、エアライド全部桜井さんのゲーム。じゃ、いや、切るよ。ああ切るよって、その、あれをね。ああ撮影を。ほな、皆さん。そしてまだ切ってなかったって。別動画流してたわ。ほな、皆さん。今日の忍耐もクソでしたね。次回の忍耐に期待しましょう。じゃあね、バイ。